どうも、天心向井です。えー、このチャンネルはアニメの感想やゲーム実況やオタクあるある、えー、アニメの紹介のショート動画なんか上げております。今からアニメの感想を喋っていきますけれども、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。感想なんかはコメントに書いていただけますと、すべてを目を通しさせていただいてますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでございまして、えー、私、えー、まあ今まで色々、おー たくさんの声優さん、役者さん、えー、絡ませていただきました。本当にお世話になってる、えー、声優さんばかりでございます。そんな中でですね、本当になぜ今までずっとコンテンツに触れてこなかったんだと言われた、えー、ようやく、えー、こちらのコンテンツに触れさせていただきます。アイドルマスターミリオンライブ、えー、1話、見させていただきました。はい。 うん、本当に、それぞれ、えー、今日、この、第1話に出ていただいた、いただいたって、えー、1話に出た。もう、いただいたっていうぐらい、少し、えー、敬ってしまってる、えー、っていうことが、まず、えー、正直な感想だと思います。えー、1話見させていただきました。うん、あのー、僕自身が、 えー、アイドルマスターというジャンル、えー、そんなにわからない。えー、で、ミリオンライブっていうのも本当に、えー、山崎遥さんも田所あずささんもまちこさんも仕事でご一緒して、それぞれとレギュラーをやってたんですが、それにしても僕はまだ全く知らないという状態から見させていただいたんですけれども、えー、この、本当に第1話として、まあ本当、つまり全くの、 うーん、先入観なしで僕見させていただいてるからなんですけれども、キャラクター的に本当にあの、カスガミライちゃんという女の子と山崎春香さんのリンクと言いますか、まあ、えー、山崎さんがもはやカスガミライちゃんに引っ張られている部分もあるのかもしれない。これは僕本当にわかんないんですけれども。でも本当に山崎さんが演じるにあたってめちゃくちゃぴったりなキャラクターだなと思いました。本当に全てを巻き込んでいきながら、えー、みんなの手を、みんなに手を差し伸べるか、えー、というようなのは僕は山崎 さのイメージで、もあるのですごく春日未来ちゃんぽいいなという部分で春日未来ちゃんのあの明るさ、眩しさっていうのは、あのー、僕はすごく応援したくなるし、その、えー、未来ちゃんがすごく、えー、眩しいと思った、あそこのナムコプロオールスターズの舞台っていうのも,もう素晴らしいもんだなぁと、えー、曲も聴かせていただいて、あ、曲もめっちゃいいし、えー、盛り上がるに決まってる、こんな素敵な曲があるんだとか思いましたしね。うんで まあ、その、ましさに共に一緒に、えー、まあ、偶然ですけども、見ることになった、もがみ香さん。えー、呼び方とか本当にわかんないんで、ごめんなさいね。えー、なぜ未来はちゃんで、え、香はさんなんだってなったらちょっと申し訳ないんですけど、雰囲気の問題です。その、しずかちゃんが、えー、ちゃんの方がいいか。しずかちゃんね。うん、でもやっぱ、あの、うちなる、 闘志を秘めてるタイプのキャラクターなのかなと思いましたし、で、自分がずっとアイドルになりたい、でもその親の、うーんー、兼ね合いもあるんでしょう。やっぱりアイドルになるっていうのは、あの、旗から見れば、やっぱそこの眩しさに、えー、一緒にあの舞台に立ちたいっていうのは、 普通に考えるとなかなか難しい部分じゃないですか。それでもやっぱ静香ちゃんは本当にあそこに立ちたいという、えー、覚悟をようやく一話、えーえー、最後お父さんに言うのかなっていうところで終わってましたよね。あそこの意いを据えにはいいですね。田所さんさすがだ。うん。 それでまあやっぱり夢に向かってちゃんと夢を持ってるけどもそれがなかなか、え、親にも反対されるような、あタイプの静かちゃんもいれば、え、未来ちゃんみたいに本当に今まで夢がなかった、夢って何だろうっていう、その何でもできるからこそ思っちゃうっていう、その、え、空虚な部分っていうのは絶対あるわけで、え、それを、未来ちゃんは、アイドルになりたいっていうことをようやく見つけれたという部分になりますよね。本当にあの、 ブランコをしながら、二人で、えー、まあライブの感想みたいな。あれも、まあオタクでやるやつよね。集まってね、手をこうやってね。えーいいえ ジョッキのこの辺とかで撮るあれですけれども、まあほんとまあ中学生ですから、あそこで公園で喋るのが、まあ、要は振り返りみたいなもんなんですけど、まあそこの中で、うん、二人が喋ってることで、えー、合致する部分があって二人で共に歩んでいこうねって言える。まあそこにおけるなんかネガティブな感情がないところがめちゃくちゃ見応えがあると言いますか、そんな中でもう静香ちゃんの手のひらに、えー、桜の花びらが散って、 えー、そこで手に入るっていうのもなんか、要は、夢のかけらを一つ掴んだような感じの演出なのかなと勝手に思っちゃいました。うん。で、えー、その二人が、えー、前に一歩で、えー、進んだ。そして、えー、いぶきつばさちゃんか。はい、えー、つばさちゃんも、まあ、もともとプロデューサーにスカウトされていて、まあ、少しちょっと、特待生までいかないけれどもね、そういう位置にいるんだろうなとか思いながら。うん。で、その三人が、 どういういアイドルになっていくのか。んキャラクターはね、あのー、最後の課題曲はこれだっていうところからの流れを見る限りめちゃくちゃ多いし、えー、知ってるし多いのもねそれが全員出てくるのかどうなのかっていうことは分かんないんですけどもでもやっぱ最後の曲のつなぎ方課題曲はこれだっていうところであのオープニングの「えー、ラットはタット」。 なすいません。僕の読み方が違ったらあれですけれど、えー、に繋がるという部分も、うん、気持ちいい展開というか、やっぱスムーズに1話を進めさせてもらってたな、見る分にって特に思いました。あの、当然、えー、知ってる方からしたら、これこれっていうことはめちゃくちゃあるんでしょうけれども、でも僕はやっぱ、この初見、ほぼ初見っていうことがあるからこそ、なおさらめちゃくちゃ丁寧に作ってるなっていう、日曜の、えー、朝に流せる、うん クオリティに仕上げてるのは当然ながらやっぱり、えー、先ほども言いました。この層において、おそらくもっと若い、えー、そのアイドルマスターを好きな層ではないところにもリーチする時間帯じゃないですか。そこもちゃんと考慮して作られてる。だからこそ僕みたいな、えー、ほぼ初見の人間が見てめちゃくちゃ入りやすい一話だったと思えてるっていうのが、それの裏付けなんだろうなと個人的には思います。うん。 だから、まあこれから先どうなっていくのかっていうのは、うん。 まあ正直全くわかんないですし、でもまあオーディションでまあその2話の次回予告見る限りまあオーディションに行く。でもちょっと静香ちゃんが辛そうな表情してた。もしかしたらお父さんと、えー、受からなければもうその夢を諦めなさいって言われてるのかもしれないし、えー、未来ちゃんは未来ちゃんでまあようやく自分のやりたいことを掴んだっていうこともあるし、えー、そこのまあ思惑が少し違いながらもまあ目指すところは一緒っていう。 うん、いや僕とかもやっぱ芸人目指すっていうことで、えー、やっぱ親にも反対されましたし、でもうー僕は幼い頃からもしかしたらそのずっと静香ちゃんタイプなのかもしれない。もうずっと芸人になりたいっていう思いがあって、えー、それは反対されようがされまいがもうとにかく俺はやるんだとも言い切って出てきたたちなので、その静香ちゃんの気持ちはめちゃくちゃわかりますし。で、またこれは別で未来ちゃんにすごく、うーん 感情移入で、きるる方も山ほどいるでししょうしでここからまた翼ちゃんのお人間性とかがより知れることによってもっと翼ちゃんを応援するような人もいるだろうしっていう。で、この3人からまたいろんなキャラクターもたくさん出てくるでしょう。そういうふうなふうう感想ですかね。とにかく1話の入りとしてはめちゃくちゃスムーズで、うん。 立場が違えどアイドル、眩しいところに立ちたいっていう思いが、えー、合致した二人が手を取って、えー、未来ちゃんが引っ張り上げたっていうあのシーンだけでもうちょっとエモいんじゃないかなと思いましたけども。いやーでもこっからどうなるのか、うん。えー、たほんまにあのー、知らないからこそ、 っていう新鮮に受け止めれる部分はあるのかなと思うんですけれども。んあれはお馴染みなんですかすいません。あの、もがみ静香ちゃんが、あの、次回予告で言ってた、あの、お弁当を作ろうとして、結果うどんだったみたいな、あの、しずかちゃんうどんキャラうどんキャラですか香川、香川キャラ とかだったらごめんなさい。うん。それは申し訳ない。ちょっと僕はそこわかんなくて、普通になんか面白いとは思ったんですけど、そこがわかんないっていう。そう、わかんないことがいっぱいありますんで、ちょっとまた色々聞いていきたいなとは思いましたけれども。うん。本当に、えー、こっから、すいませんね。あのー、全然違うよとか、いろんなことを教えていただけたらありがたいです。コメントに書いていただけたら。はい。えー、本当に、その、新米も新米。 え、まだ苗、苗、の、まあ、P でもないです。苗 AD です。えー、新米プロデューサーとか言うでしょう。いえいえ、僕、あの、まだ苗 AD なので、苗 AD にいろいろ教えていただけたらと思いながら見させていただきましたが、マジでアニメは良かったです。めっちゃ、はい、見やすかった。 面白かったっていうことですね。はい。ぜひ、また第2話させていただきたいと思います。えー、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで以上、天使向井でした。ありがとうございました。